いいのよ。僕元気だね。うん。そのおばあちゃんはぶつかった僕を笑って許してくれたここは病院。僕は一週間前から盲腸で入院している。手術前はすごくお腹が痛かったし、手術が無事に終わってからもしばらくは点滴やら何やらで自由に動けなかった。でも、 今はすっかり元気明日にはもう退院する。元気になってしまうと病院というところはすごく退屈だみんなが学校に行っている時間に休めるのは得したようで嬉しいけど何にもすることがない今日は平日なので友達がお見舞いに来ることもない同じ部屋の入院患者は気難しそうなおじいちゃんなので。 話し相手にもならない。テレビはやってるけど、グルメレポートとかばかりで面白くない。ゲームはやりすぎって怒られて、昨日からお母さんに取り上げられてしまった。あまりに退屈なんで、僕は一人で病院を探検することにした。大きな総合病院だから、結構広い。車椅子に乗っている人。 松葉杖を器用に使って歩いてる人、注射が怖いのか泣いている子供、忙しそうに歩く看護師さん、いろんな人がいる。あちこち回ってキョロキョロしていると、本とかが置いてある談話コーナーの椅子に、さっきぶつかったおばあちゃんがいた。あ。僕、また会ったね。うん。 ニコッと笑ってくれた。優しいおばあちゃんだ僕はバイバイと手を振って談話コーナーの前を通り過ぎたエレベーターに乗り3つ上のフロアに移動する廊下を歩いていると途中の椅子にまたあのおばあちゃんが座っていたえ僕、また会ったね。 うん。おばあちゃんがニコッと笑いかける。僕も笑顔で答えたけど、頭の中ではクエスチョンマークがぐるぐる回っていた。あれさっき談話コーナーであって、それからすぐエレベーターでこのフロアに移動したのに。確かにエレベーターは少し待ったけど、その間におばあちゃんは階段で移動したんだろうか。 ダッシュで不思議だ。僕は下を向いたまま、おばあちゃんの前を通り過ぎた。どうやって移動したのって聞きたかったけど、それも怖いような気がした。廊下の突き当たりで見つけた階段を降りる。一階まで降りるつもりだった。一気に四フロア。最後の折り返しを曲がったとき、 階段の下の椅子に、またおばあちゃんが座っているのが見えた。うっ僕。また会ったね。おばあちゃんがニコッと笑う。僕は怖くて返事もできず、階段を引き返した。ダッシュで駆け上がる。やばい。あのおばあちゃん、僕のことをつけまわしてる。 ストーカーカでもどうやって移動してるんだなんで僕の先回りができるんだ一番上の階まで駆け上がった階段を振り返るあたりを見回す大丈夫、おばあちゃんはいないここはどこだろう夢中で駆け上がってきたので場所がわからなくなってしまった。 少し離れたところに院内地図が貼ってあるのが見える。僕はそこまで行って、自分の病棟へはどう行けばいいかなと覗き込んだ。えっと、僕、背後から地図を覗き込んでくる人がいた。いや、地図じゃない。その人は、僕の顔を覗き込んでくる。 僕また会ったねうわ驚いて泣き出してしまった近くにいた看護師さんが慌てて駆けつけてきたどうしたの涙をしゃくり上げながら僕は知らないおばあちゃんにのぞきこまれたことを話すおばあちゃん看護師さんが首をひねったうん。 おかしいな。おばあちゃんなんていなかったよ。君一人でいきなり泣き出したよ。え結局、僕の見間違いっていうことで片付けられた。看護師さんの他に周りに何人かいたけれど、その全員がおばあちゃんなんて見てないと言ったからだ。僕は看護師さんに手を引かれて、 自分の病棟まで戻りそのままおとなしく自室で過ごした翌日無事退院したお母さんが退院手続きを済ませるのを待っていた時僕はロビーの椅子にあのおばあちゃんが座っているのを見つけたおばあちゃんは笑っていないなんだか困ったような顔をしていた怖かったはずなのに。 僕は引き寄せられるようにおばあちゃんに近づいていった僕、またあったねうんごめんね驚かせるつもりはなかったんだようん僕も泣いてごめんなさい僕、何年生二年生 ?2 だよ そううちの孫と一緒だねゆうた行くよ手続きを済ませた母親から声がかかったほらもうおいきうんおばあちゃん元気でねありがとうおばあちゃんは少し寂しそうに言った 僕はバイバイと手を振って、お母さんの方にかけて行った。ゆうたなんで誰もいないところにバイバイしてるのいいの。僕は振り返った。ロビーの椅子には、誰も座っていなかった。